今小泉先生の方から、本当にあの広い視点から幼児期の科学する心の大切さを、お話を、いただきました。あのソニーの、幼児教育プログラムの特徴の一つは、あの事例を通して各園の先生の英知を通して、あの、子どもたちの科学する心をどのようにして育てたらいいかの新しい、あの事例が生まれてきているところに、あるだろうというふうに思っております。先ほど、片桐西の、プレゼンテーション、それから、六条幼稚園の動画を、まあ、見ていただきましたので、それを、実際に、私はどう見たかということを、お伝えしながら、実は小泉先生のお話を伺いながら、今初めて私も伺ったんですが、まあ、伺いながら、子どもたちの脳のあそこがあの時動いていたんだなとか、あこれはこういうふうな、意味合いを持っていたんだなというようなことを今、深くこうあの感じさせていただきながら、将来のピエール・キュリーが、今目の前の子どもたちの、一人一人の心の中にあるのではないかというふうに、思いながら、聞かせて、いただいて、おりました。私の方では2つの実践を取り上げながら、これからの科学する心というものの、まあ、あの問題提起のようなことを、まあ、私はそれをどう読んだかというようなことをお話しし、その後、小泉先生と対談をさせていただきたいというふうに、思っております。それではまず最初のスライドをお願いします。これはあのいろいろな、保育の場面で、先生方にお話をするときに、使っているプレゼン の, あのスライドなんですけれども、あの科学する心は、どこで生まれるかというときに、やはり、まあ、暮らしもあるんですが、遊びの中で、先ほどの、2つの、事例、忍者も転がし遊びもある意味でその遊びの中でですね、生まれてくる、そういう意味で、先ほどの3、4、5歳の、忍者の事例などにも出ていますが、あの憧れる、でしかも、忍者というもの自体がですね、この、奈良の事例なので、地域的にですねやっぱり意味があるのではないか、そういう文化に、根ざしたところの、まあ、いろんな縁でもやられますけれども、意味があるなというふうに思っております。そして、両縁ともそうなんですけど、さまざまな新しいものにこう惹かれ、そして自分もそのようにやってみたいとこう同化し、さらにはそれをこう変形して、自分で、新たなものにこう作っていくことが、できる、先ほど小泉先生のお話の中に、人間と、チンパンジーの違いというようなところでもよりこう複雑な、道具を使えるように、なったりですね、からこう積極的に教育を行うということが挙げられておりましたけれども、そうした部分とも関わるだろうと。そして多分なりきるというようなこう夢中になって没頭するというようなことが知的に行われるというところが、私はチンパンジーは分かりませんけれども、おそらく人間に固有のところではないのかなというふうに思っております。そしてあのただ模倣だけではなく、持続発展的にそれをこう深めることができるとか、やっぱり自分なりに表現することを通して新しいものに作り変えることができるというような、自分のそれぞれの独自性につなげてできるところに大きな特徴があるのかと思っております。で次のスライドをお願いいたします。忍者の世界ということでですね、後でも話しますが、あの基本多分いわゆるサイエンスと言われるようなものと少し違うところが切り口に今回のものがなっているというところが非常に、面白いところだというふうにあの思っております。そして先ほど、あのプレゼンをいただきましたが、なるということによっていわゆる科学というのを対象を客観的に見るというような形ではなく、その行為主体あるいは知的なあの認識の主体になりながら、
体を通してやっていくということが特に、他の年齢に不要だということを言うつもりはありません。しかし乳幼児期にこそ、大事なものである。でしかも、対象として先達の、忍者コミュニティではありませんが、忍者というのはある種の文化的な、活動が作り出しているある集団なわけですけれども、そこにあるこう知恵というものがあって、子どもたちは子どもたちなりにですけれども、技というようなものを知っていて、その動きに惹かれて自分もそういうふうにやってみないと、別に本物の忍者になるわけではないわけですけれども、そうした動きの、卓越した技というものを、忍者そのものを見てっていうか、映画を見たりそれから絵本を見たりするわけですが、そうです。この今のプレゼンの内容を詳しく知りたい方は、ソニー教育財団幼児教育プログラムのところに行き、最優秀英の、論文 PDF をダウンロードしていただきますと、具体的にその実践事例がどのようになっているかということがお分かりいただけますし、それからこちらの、事例集にも載っているということになります。で、技一つをとっても、さっき の, 時計からの飛ぶというような技というのは忍者にはないんだけれども、それを、子ども自身がこう考えてやはり技として、位置づけていくというようなところがあります。また、物としてですね、手裏剣というような、道具というのを人間が、まさに小泉先生が言われるところで言えばテクノロジーなのかもしれませんけれども、そうしたものを、手裏剣であったり、それから、頭巾というようなものが必要らしい。そうするとそれを真似て子どもたちがいろいろなものを作っていきます。それから忍者の絵巻物のようなものとかですね、そういう時代性を申しながら、そういうものを子どもたちが自分で、その同じものではなくて手元にある何らかのあり合わせから、作ってみるから子どもとして、いいんだろうというふうに思います。そして、そこで、活動の場としてやっぱり忍者なので、忍んで、隠れるというようなことや、そういう活動の場というのがあって、場を生かしながらそこで振る舞うというような行為が生まれてきます。そして、忍者というのはすぐにはなれなくて、修行というようなことで、見るとかそれから学ぶというような、そういうことが、構造的にはあるわけで、そのそれぞれに科学する心が関わっているというふうに思って、私どもは審査委員会ではこういうふうに話しているわけではありませんけれども、ある種直感的にこれが面白いのではないかという議論になったと思っています。次のところをお願いいたします。まさにその文化的な活動に参加することの中で、子どもたちがこう科学していくというような、構造に、この事例はなっています。憧れていきながらさまざまなものに、気づいていく、そこには時代的にも違いますので、神秘性とそれから神秘性っていうんでしょうか、やっぱり優れた技というのは美しいわけで、そして、さらにはそこには神秘性という日頃の日常生活とは、違うというようなところへの憧れというのがあります。そして、一方で、真似をしながら真似びで学ぶというようなところがあり、よく見るというような、どういうふうにして、飛んでいるんだろうとか登っているんだろうとか見るというようなところがあり、先ほどのお話にもありましたが、いろいろこう比較をする、それからじゃあこうやって、作ったらもっと強い、ケーキが作れるんじゃないかって言いながらこう工夫してみるというようなことで、仮説を立てては子どもたちが実は分かっていくというようなプロセスが今のプレゼンの中にも出ていましたが、実際にこう事例を見ていただけますと、こういうところがよく見えてきます。で、真似をするだけではなくて、やっぱり人間固有だし、幼児期にこそ十分に経験したいと思うのがその表すというところです。諸条件の制約の中で、創意
創意工夫するというような、ところが、非常に大きなところで、子どもたちになりにその制限があるからこそ工夫ができ挑戦ができるというようなことはこの片桐西幼稚園の実践だけではなく、さまざまな多分保育の、中で日頃から先生方がやっておられる、部分になるのではないだろうかと。その後でもおそらく、小泉先生との話の中でも出てくると思うんですが、その状況に応じて、柔軟な変形や活用をしながら、その中で偶発的に新しいものがこう生まれていくというようなことが、乳幼児期の特に幼児期の遊びというところで実は、大事な科学する心の根の部分なのではないかというふうに、思って、おります。で次お願いいたします。でこれはこの園のものではありません。次も順に、出してください、こういうものは科学するというふうに、言うとおそらく、多くの、ソニーの中でも応募いただいたものの7割くらいは、こうした観点の植物か生き物か自然物か自然現象で、これは非常に、重要なところなんですけれども、比較物理的なものもはいと言いますけれど、どちらかというとこういう観点が多かったのではないかと思います。それに対して次お願いします。片桐西幼稚園の特徴はそういう意味で、科学という現象に注目しがちなんだけれども、さっき、小泉先生がクリアにしてくださいました、サイエンスだけではなくエンジニアリングやテクノロジーというものも、非常に重要であると。科学、中黒技術というふうな、ところの関係の問題かもしれません。日頃の私たちの衣食住の中にもさまざまな科学ということの目があるわけですけれども、そうしたものをこう取り上げながらやっている。でそれぞれが子どもたちがなるということで年齢相応の体験を、しながら絵に電波市民者遊びコミュニティを、作っているという、遊びの電波とこう伝承というのは実は、科学者コミュニティにおいても、知識を、電波し伝承するというのは非常に重要な、科学の、知識の伝達の仕方と非常に似ているなというふうに思いましたし、先ほどお話を伺って、少しつながってるなと思うのは、子どもだけではない、先生たちがまさに、科学しているというところでございます。それから面白いのはそのもので絵本であったり、それから図巾を例えば新聞紙、黒い紙、風呂敷、いろいろなものでこう作っていくというようなことも年齢層であると同時に何が大事なのかということが分かったり、手裏剣でもさまざまな紙を試してみるということや、厚さによって適切なものが何かというのは実践記録で子どもたちがこう試行錯誤しています。その試行錯誤が実は比較ということを体感させながらやっているというような当たり前のことでもあるんですけれども、そうしたものが見えてきます。また飛ばすとか登る、飛ぶ、それから隠れる、丸める、踊るというような行為を特定の場でやっていくことによって、従来とは違うその例えば隠れるということを忍者は周りから見えないようにしなければならないので伏せる。そうすると日頃と目線が違うので、その庭に生えている他の今まで見えなかったものが子どもたちが見えてきたりするというようなことが実践に出ておりまして、そうしたことが非常に一つの特徴かなと思って見せていただきました。次お願いします。まさに科学する心ということについてエピソードを取っていくことによって、科学をするというのが単に知的な営みだだけではなく、さっきご説明が A ちゃんの例等であったと思うんですけれども、自分作り、新たな可能性を科学するということで見ていくことによって、従来の幼児教育で何々ちゃんと仲良しだとかいうそういう視点とは違う新たなやっぱり、関係が見えてきて、子どもの誇りや喜びという視点がこう見えてくる。また対象世界とのこう関わりの中で
日頃の日常の暮らしの中とは違う特性、仕組み、働きの理解っていうのは非常に小泉先生が、人間だけが階層的な、文法であったり階層的な概念構造を理解したり作ったりするということを話されていましたが、小中高の、科学などでは大事なことはやっぱり日頃見えないところの特性と仕組みと働きの関係性というものを体感してつながりが見えるということが多分科学でモデルが作れるということの中で非常に重要なところです。でそうしたことを、忍者という中で実は見えているのかなと思います。そして、他者と関わる一人ではわからないものが探究の、技やアイデアが見えてくるというようなところに、片桐西の面白さというのが本当は忍者になることが面白いのでこうやってあまりにも、解説を抽象化してしまうと保育の面白さから少し離れてしまうかもしれないのですが、お話をさせていただきました。で次お願いします。さっきの転がし遊びでございますけれども六条幼稚園の、実践事例は実は、この科学する心の、9巻のところでは菜の花の20ページ21ページに菜種油を菜の花から菜種油を取るという実践が出ている園の公開保育の様子なんだそうであります。でその転がし遊びはどの園でもなさっておられましてこれまでも、私が覚えているだけでも、最優秀や賞を取られた園で、複数が転がし遊びを事例で描いたり実際になさっています。で今のさっきのビデオも見ていただければ、子どもが、もっと面白くするために、高さ勾配傾斜をこう変えるそれから、転がすものをブルーのトレーがありましていろいろなものを子どもが作るそれから途中からですけれどもスーパーのカゴみたいなのが出てきてゴールを作るというようなものがありそして、それからいろいろ転がし方を一人だけ上に向けて下を転がすとかいろんな転がし方をしていましたが転がし方そしてもっと難しくしようといってだんだんこうトップつなぎ目で止まりますが最後は少しこう離れた形で飛んでこう行くような形に、経路がつながれていきます。でこういうこういくつかの5つぐらい変数があるんですけれどもそれを子どもが、直感的に、関わりながら変えていくでこれがその円によってどういうふうに現れるかっていうのはいろいろなんですけれどもそこにこう面白さがあるなと思って、見せていただいておりました。次お願いいたします。で転がし遊びをこう時間的に今の映像で全てが見えるわけではないと思うんですけれどもこういろんなところを変えてみるわけです。5つぐらいの、高さを変えてみたり転がすものを変えてみたりそれからただ転がすんじゃなくて先を意識しながら転がすというようなことで変化するとうまく転がるかどうかすぐに分かるので目に見えやすいだから挑戦的な活動になってもっとやってみようというふうにとりあえず何か転がしてみようってやってみるというところから直感的にこうやればできるかなと思って試す段階があり意図的にこれじゃあもうちょっと行ったら行くはずだからってこう実験装置として意図的にこう作ってみて検証してみるみたいなプロセスが出てきます。それから結果を予想しながら子どもたちがやるというので、これならいけるとか言って子どもがさっきビデオでも言っていて皆さんお手元で後でよく見ていただくといいんですけれど子どもが転がす前に予想でこれでいけるかどうかというようなことをだんだん最初転がしてるだけですが言葉でこう予期をしてから試すように、なっていきます。で転がるかどうかというようなところから転がりながら実験試してみてそれを確認して見ているというような、これ科学者もそうかもしれませんがやっていきます。そしてそのうち転がり方でこういうふうにこうつなぎ目が最後少し離れて落ちてこっちこう行くようになるんですけれどもそういう中でもやっぱりそのどう転がるんだろうとかこれはこういってこう落ちるとここに来るはずだっていう予想をしながら結果を予想して実験し検証するというような形で短い
今日は5分に編集されたもののはずなんです。でお手元にあるのは多分10分のビデオが、お手元にはあるはずなんですけれども、それを見ていただくとこういう変化があの場面だけを何回かこう眺めておりますと見えてくるところだなというふうに思います。次お願いします。でしかもよく見ていると、私名前も見ていないし公開に行っていないので、あの映像だけを見ているんですが、最初にやろうやって言ってやり始めた3人の赤帽の男の子がいるんですが、その3人というのは面白いのは、転がすのを楽しめるんじゃなくて、次は高くしてみようとか、これをもっと長くつなげてみようとか、動いているのは最初からの3人の男の子です。だから多分あの子たちはよりダイナミックに面白くしていく、その全体がこうつなぎ目とか、どうやったらいくんだろうっていうような工夫を多分楽しんでいます。今日初めて来てから伺ったんですが、2人青棒の子がいます。青棒の子は最初転がすものをこう作っているんですけど、青棒の子はどう関わっているかっていうと、割とこう周辺的な関わりで、転がしてみるっていうところの面白さなんですが、その装置をいじるということはなくて、装置をいじったり、これでやってごらんとか言って、その周りの子に声をかけるのは最初からの3人であります。で多分その子たちがいわゆる科学する探究をやっていて、そこにこう面白そうなので巻き込まれているような子どもたちっていうのがいるのかなと思います。から、今日の映像で見えたかどうか、少し遠巻きに見ている子が、います。なんかあそこに面白そうなものがあるなみたいな子どもがいます。でそれから後から女子か男子か、私の推測で女子なんですがよく分かりませんが、その後からの2名の子も巻き込みながら、先生が素敵だなと思うのは、これをやってごらんという関わりではなく、やったことをって言いながら、聞かれたりですね、それから見えたねとか、先生は必ず、声をかけておられるのは、子供がやったことを受けて、提案は出さらないんですよね。で一緒になってこう喜んでらっしゃるような、そういう関わりと2名の子をつなぐ役割をしているというようなところが見えてきます。そういう意味で最初の3人がとても科学者的なんだけど、そこにこう巻き込まれていくコミュニティの層みたいなのが5分ほどの中でもよく見えるのかなと、何度か DVD を 3,4 回見ていて、まあ、思ったところです。で次お願いします。でそこで、まあ、場を生かすっていうんでしょうか、園庭の中で、展開を生かして、あれは子どもがいつもあそこでやっているのかどうか分かりませんが、比較的、人の来ないというか、あれを中心でやってたらうまくいかないわけなんですが、外の方で、しかも木がこうあって高さが一定程度あるような場を選んで、やっているという、また多分問いのようなものと、それからビール箱というものは他の遊びでもおそらくやってきたりしている経験のものを、今度はうまくこう流すのに使ったらいいなって子供なのか思いながら使っているのかなというふうに思いました。一方で先生が公開見だったということもおありだと思うんですが、まあ、欲しいものが映っている、問いを長くしようと思ったら持ってくるんじゃなくて、問いの棒を立てる棒があったり、から転がすものも欲しいなと思ったら最初にあるだけじゃなくて、新しいものが作れるようにそば、にいろんな工夫のものがこう置いてあるというような実験室環境ではないんですが、人に邪魔されないような形の中でダイナミックな変形ができるような場作りというようなものが、まあ、ああいうどこの園でも多分転がす遊びは出てくるんですけれど、そうしたものをうまく活用されている事例なんだろうというふうに思って見せていただいておりました。で次お願いします。これは挑戦的な活動、これはイギリスのデータですけれども、良質の最優秀の園と、良質の園、普通の園、劣悪の園という評価がイギリスでは4段階で外部評価でございますが、そういう評価で見たときに、やっぱり最優秀の園と、エクセレントの園とグッドの園というのが、ございますけれども、その、違いはどこかというようなところを見ると、よく子どもが主体の活動が、子どもの主体の活動はやっぱり大事にされています。
ますけれども、一方で、先生が関わりながらやっているようなものっていうのは、このもアダルツが、皆さん大人が、イニシエイトしたものも行われていますが、真ん中がエクセレントとグッドの違いだと。それは子どもが始発しているけれども、しかしそれを大人がサポートしていくところの違いであるというようなことが分かってきます。次をお願いします。こうしたことが大事だと思っています。これもベネッセで私や武藤隆先生が調査をさせていただいた細かなことは、ここでは省きますが、見ていただきたいのはここです。物事を諦めずに挑戦することができるというような、ものがですね、親の判断では年長小1でも7割以下であります。科学する心というものは単に何か科学を学ぶのではなく、自分にこう挑戦をしていくというような、そういう働きも私は、担っているのではないかというふうに思っています。好奇心は高いですね。好奇心はある。しかしそれを今度は取り組んで挑戦してみるというような行動としてやっていくというところでは、親御さんたちがまだ不十分と感じておられるのではないか。もちろん科学だけではありませんが、しかし科学する心はこうしたものの大事な活動の一つではないかと思います。次お願いします。これが最後のスライドになりますけれども、こういう形で年々、いろいろありますけれども、幼児教育のプログラムが増えてきて、延べ、多分1億円以上、幼児教育の科学する心というのでソニー教育財団が助成をしてくださっています。でこうした日本の幼稚園保育は本当に優れた事例をたくさん出していると思いますので、そうしたものの知をこういち早く共有しながらお互いの質を高めていくということが、これからに求められているのではないかと、考えております。そこでそうした内容についてこれから、小泉先生と少し対談をさせていただきたいと思いますので、ご清聴ありがとうございます。ちょっと長くなってしまいました。